これがターミナル2。もうちょっと落ち着いた感じだね。あそこからさっきのね滝のところに行けるんだけど、さっきあそこからスカイトレイン乗ってきてターミナル1だね。うおーって、ここはターミナル3。大きいね。そう、あそこ行くとまっすぐ、あとでまたスカイトレイン乗ってターミナル2に行く、向こう側だね、向こうの建物。じゃ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 ん、またビトン、どこでも真ん中ビトンだね、大きくて。ここまた休憩の場所があります。草がいっぱいあって、声もあって、おお、これがいい感じだね、ゆっくりできる。おお、また公園、緑いっぱいあるね。これ何、マンゴーで、向こうに行くとバタフライガーデン。でも私たちはセブンイレブン好きだから行こうか。いや、やめよう。ディズニー100。あー、これがジオ。滝、人が多くて、わー、これは楽しいね、すごい。やば、これは楽しいね、スイちゃん、すげえ面白い。あれ？電車普通に MRT 通るような感じだね。すごいな。スカイトレインだ。電車ではなくて。クラフトエスプレスに着きました。雨です。困ります。せっかく来たから、雨降っててもしょうがない。行きましょう。クラフトエスプレス。雨だ。しょうがないな。おお。なんか香港みたいだね、六本木かな、日本だと。いい感じ、本当にすごい街だね。道が小さいけど、でもいい感じ、バイクは少ない。あと少し着きましょう。お、いい感じだね、すげえなこれ。すごい、水がちょっとそんなに綺麗に見えないんだけど、でも綺麗だね、いい感じ。ほら、良さそうだね。すごい、社会人いっぱいいる。今は7時だけど、変な仕事帰りで一緒にご飯食べたりとかするんだよね。7割がウェスタン系、アジア系は3割少ないね。中にいるかもしれないけど、日本の焼き鳥じゃん、やばい居酒屋って。あら、着いたら夜になりましたけど、あ、あれがマリーナベイだ。マリーナベイ、そこでしょ。あ、それだ、それそれだ。ああ、やっと来ましたよ、じゃあ。マリーナベイ、ちょっともうね、夜になってしまいました。今日観光できました。これだ、これだ。
ました。写真撮れなくなっちゃいましたけど、まあ十分綺麗な景色だね。うん、もう一匹のライオンもいますね。で、こちら側でマリナベイが、はい、側から写真撮ってみようか。あれ、まだよ、またいる。ここの建物も面白いね。綺麗綺麗綺麗。やっと来ましたよ、スイちゃん。もう髪の毛はもうべしょべしょ熱くて、でもまあマリナベも見えて、マダヨも見えたから良かったね。あ、大変でしたけど良かった。今後一緒に行きましょうね。すごい発展してるね。ライトアップもいいし、観光客も多くて、あとマリナのところも明るくてすごいね。左側の方でも結構高い建物、すごいすごい。だね、うん、すごい日が来る。